んにちは、先日ですね注文してた寝袋、これが届きました。早速ですね開封してみようと思います。こんな感じで入ってました。こんな感じですね。結構ですねコンパクトになってるなっていうような感じがしてます。今までのですねキャンプだったり車中泊だったりっていうのは、敷布団と掛け布団を持って行ってたのでかなりかさばってたんですけれども、だいぶ荷物が少なくなりそうですね。ただですねこの中にもう一回ちゃんと入れられるかっていうと、まあ慣れが必要かもしれないですね。袋はですねこんな感じでこうチャックがついてるとかっていうことではなくて、どうもこれを外せばいいのかな。これで OK か。これを外して、あ、外すとこんな感じになってますね。これがもともとこうかぶってるんですけど、これを外すとこんな感じになってます。ものすごい真っ赤ですね。本当原色の赤っていう感じですね。あ、なんか悪くなさそうですよ。まだちょっと開けたばっかりなので、こうちょっと空気が入ってる感じはしないんですけども、空気を入れてみましょうか。これが LMR というところの寝袋です。大体Amazon で8000円ちょっとぐらいのものなんで、まあ安くもなく高くもなくっていうような感じだとは思うんですけども、レビューの中にですね、ちょっと獣臭いというか、なんか匂うぞっていうようなレビューがあったんですけども、なんかどうでしょう、ダウンってこんなもんなんじゃないかな。ダウン特有の匂いっていうのがあると思うんですけど、そんな感じですね。特に臭いっていう感じはしないですね。まあ、僕が基本的にいつも鼻が詰まってるっていうのもあるのかもしれないんですけども、大丈夫ですね。で、この触った感じなんですけど、思った以上にふかふかな感じですね。正直結構ペラペラなのかなと思ってたんですが、ちゃんとこう中にダウンが入ってる感じがしますね。マミー型なんですけども、ここにまあ頭が入って、ここでポチャッと開けると、最初ですねこういうマミー型にするのか布団型にするのかっていうのでちょっと悩みはしたんですけども、寝にくいとかってこともなさそうです。これだいぶあったかいかなって感じがしますけどね。寝袋の使い方としてちょっと間違ってたら申し訳ないんですけれども、そもそもダウンが入っている寝袋なので、体から発する熱をこの中で循環させるというか逃がさずに、保温するっていう感じなので、あまりに厚着をしてこの中に入ってしまうと、今度は体の中の熱がこう中で循環しないというか、そんな感じになるかもしれないので、厚着をしすぎてこの中に入ってしまうと、どうなんかなって感じはちょっとしますね。今もすでにですね自分の体の温度でだいぶあったかいです。マミー型にするのにどうかなと思ってたのが、足元ですよね。足元がこう窮屈なんじゃないかとか、手が全く動かせなくてすごく窮屈なのかなとも思ってたんですけども、まあ少々だったら動きますし、足元もですね肩幅まではいかないけどある程度開いた状態になってます。なのでこう縛り付けられてるような感覚は全くないですね。ということでですねこれを今夜試してみたいなと思うんですけれども、ちょうどですねうちの家の中で、玄関があって、玄関がちょっとこう廊下みたいになってるんですが、そこがですね、夜になるとすごく寒いので、そこで今夜は眠ってみたいなと思います。
あとやっぱりですね、ダウンなのですごく軽いです。そうですね、クッション1個持ってるぐらいの重さですかね。やっぱこの軽いっていうのはね、すごくいいなと思います。寝袋ってみんなこうなってるのかもしれないんですけども、このチャックが普通こんな感じで締めますよね。で、外側だったら締めやすくて、中からだったら締めにくいのかなとも思ったんですけども、わかるかな、まあこれ上にありますよね。上にあるんだけど、これがこう下向きにもなるので、下向きになったら今度下からこう締めることができるっていう感じになってます。これはなんかこういう風になってるっていうの知らなかったので、これはいいですね。こんな感じでここのファスナーの部分が、この下側に回ってくれるってことですね。で、この足元の方の部分はですね、どうですか、これ結構空気が入ってるの分かりますかね。足元の部分にここ引っ掛けるところがあるので、まあこれで吊るして干したりとかするのかな、そういうことでしょうかね。なんか思った以上にふかふかなのと、寒さ的にもですね、マイナス15度まで耐えれるとは書いてあったんですが、おそらくそれは無理だと思うのと、あとマイナス15度のところに行くってことがまずありえないので、まあ、僕はこれで十分かなって感じがしてます。まあ、あとはですね、今夜家の廊下でまずは寝てみて、それから次に車中泊で試そうかなと思ってます。で、その次にキャンプで試せればなっていうような感じですね。まあ、ちょっと初めての寝袋がこれなんですけども、初めてにしては、結構いいものを買ったんじゃないかなって感じは今してますね。あと値段もですね、8000円ぐらいなので、まあ買いやすい値段なのかなっていうふうに思います。メーカー品だとね、やっぱりすごい高いですもんね。